はいどうもハローです。今回は主ディアブロスやっていこうと思います。いや最後だね主でね。今回はねこの主行った後にいつもだったらこういう風に出てくるんだけど、こっちじゃなくてねイベントクエストの方に、これマスターだわ、イベントクエストの方にこういう、これ重大事変って後ろに4つついてるやつ、これがね強化個体なんだよね。こっちをね、まあ、最後だから行ってみようと思うわ。よっしゃやっていこう。でね、ちょっと全然話変わるんだけど、バルファルクの装備と武器を整えたんだよ。でね、使ってみたかったんだけど、リオレウスがちょうど主のやつであれだったんだよね、竜属性弱点だったんだけど、もう行っちゃったし、なんか竜弱点のやつがいねえのよ今から行けるやつで。だからさ、ちょっとさ、もう作ったけど使えないのはちょっとこいつもかわいそうだから、村クエのリオレイヤー相手に一発だけちょっと撃ってきていい？ここら辺だろリオレイヤー。あ、いた。ちょっとごめん、行ってくるわ。よし、やろうや。まず一旦瓶とかを貯めて、勇気活性だって、あれを発動させるために体力を削る。確か 80% 以下だから、もうちょっと。あー、いいね。もらうよそれ。よし、容赦しませんよ。はっ、おお200。ちなみに榴弾瓶がね、俺100をギリ超えるぐらいなのよ。200、243、すげえ。これいくだろう。もういける、もう一発間に合う。おお打ち消したご注意を。すげえ。最後にもう一発だけ行かせて。最後にもう一発、お願い。ありがとう。でもお前それもう一回来るよな。まあいいや。はい、200個や楽しい。それでは始めます。これも最後か、今回で。なんか感慨深いな。あ、ミスった。迫力が違うね。え？ちょっと待って。ちょっと待って。え？当たったんだけど。俺主ディアブロス出てくるタイミングに合わせてやってるかなと思ったら当たったんだけど。こんな奇跡あるか。まあいいや。あやかろう。よし、じゃあいつも通り石門壊されたから向こう行くか。あー面白かった。もうちょっと待ってくれよ、そこのもうちょっと待ってくれよ。速射砲用意するから。うひゃー、ドゥドゥドゥ、おーっ、わー、しれまずい、まずいし、どうしようかな。いや、ここら辺に、ほう、無理、強化じゃない。いや、ふげんやったれ。強化遅いよ。まあいいや、ふげんやりなさい、抹殺しなさい。よし、神王がライドオンだ。よいしょ。さて、神王ガの掃除1ミリもわかんねえ。タッ
くるからのお手。なるほど。で、下が、あー、雷か。いいやん。はい。で、はい、からの、お手間に合い。よし、OK! 間に合った。ギリギリセーフ。これワンチャンジンオウがもう一回いけたりしないかな。で、これあれでしょ、グルディングアタックでしょ。完璧です。で、この隙に、これ、こっちを用意しちゃう。こっちで固定ダメージを狙っていきたいけど、まずい。待て、急いでもいいことないよ、人生。人じゃねえや、お前。まずい。うおおおおお、500。どこが壊れた。500。あ、やっべ、あれ絶対壊れてん。あ、壊れてる。おおおおお、ちょっと待って、石門は、石門、あ、石門これから。うお、強いよ。3000。マジかよ、3000食らうのか。よいしょ、よもぎちゃんもらって、よもぎを出しとくか。よもぎを今のうちに、忘れないうちに、よもぎ出しといて。しー、痛い。で、ここら辺ちょっと怖いな、ちょっと怖いところではある。ヘイトがね、ヘイトがね、あ、反撃来た。ヘイトがね、ほら、行ったやん。石門に向いちゃうんだよね。これで固定ダメージを狙っていきつつ、ヘイトが向いてしまったから、先行玉で、よし、オッケーオッケーオッケー、賢い先行玉の使い方。よし、80くらいだったら全然2発は耐えられるだろう。あれ、大技も2発だったらギリ。よし、で、はいはいはい、もう一丁。いい感じに兆候を当てたいんだけど、タイミングがな、分からんのです。タイミングが分からんのです。まずいでよ。いや、だからこそ今兆候、頭にポン。うわ、気持ちいい。600、気持ちいい。はいはい、もう一発当てたい、もう一発当てたいけど、間に合うか、間に合わんな、さすがに。いや、来たドン。よっしゃー、はい、楽しい。はいはいはい、これもう一発いけんじゃない、もう一発いけんじゃない、もう一発ドン。うわはは、生きてる感じがする。ドーパミンが溢れ出してる。よいしょ、おー、気持ちいい。しかもお前疲れてんじゃん、もう終わりだよ。はいはいはい、ああ、虫人ヨーガの方が強かったな、虫人ヨーガの方が強かったな、その程度かお前。はいはい、じゃあ次で終わらせようや、終わらせようや。逃しませんよ。よいしょ、うん、出せ出せ。あー、なんか来やがった。ちょっと待ってろお前ら、あと一発待って、あと一発でいいわ。あと一発無理だったらもう俺おとなしく不剣を出す、不剣じゃねえよ、写し出すから。一発待てっつったじゃん、もう理解しろよ、日本語、日本人だろ。何それ、そんな方向の仕方だったっけ。あ、もう一回来る、あれ当たってなかった。で、これをガード、あれ当たんない、こっちも当たんない。はい、ここ、いや、あー、ちょっと待て、ウェイ、
きい、いて、いや、もうこれは、あっ、あっち行っちゃうか、あっち行っちゃうか、あっち行っちゃうか、いや、閃光玉で撃墜して、怠慢だ、やろう、喧嘩しようか、あっ、溶けた、あーうん、不完全よし、ついに来た、ヌシディアブロス重大事変、重大事変ね、本当はね全部やる予定だったんだけど、なんかねちょっと早くサンブレイクに行きたいなって、ちょっとなんここら辺のマスターのねやつを見てるとね、ちょっと楽しそうだなと思ってさ、ちょっと早めにしちゃった。よし、じゃあお前が代表で戦ってくれ。対戦よろしくお願いします。よし、やっていこうか。ちなみにね、ライズで一番難しいクエストは何ですかみたいな感じに聞かれたら、重大事変のあの主人ヨーガと主ディアブロス、おお、ダメージでかっ、出るぐらい強いんだよこいつ。しかもこいつ全身がオーマだからさ、オーマよりはあれだけどって感じだけど、強いんだよ絶対。通常個体でも強いのに。もらうよ、よし、全てをぶつけろ、いっちょ。はい、まずは一回兆候を挨拶でやって、何それ、知らない。てかこいつ音爆弾で効くの。おお、はいはいはい、怒り、怒りじゃない、非怒り状態は潜りは変わんないね。よし、カウンチャーを的確に当てていけ。こいつはようわからん多段攻撃とか持ってないからな、その分シンプルな肉弾戦、えぐいけど、ここよし。で、下手に立ち回らない。大技を打たない。俺の悪いところ。我慢できるところは、高出力で我慢しろ。はい。で、この後打ちたいけど打たない。偉い。はい。当たんない。ちょっと尻尾邪魔だな。尻尾切りたい感じもあるな。よし、溜まった、うっぷんを全部ここに、ドゥン、おい、気持ちいい。もう出るくせに突っ込まれたけど全然気になんない。あっ、危ねえ、危ねえ、死が見えた。実際あの角で突き刺されたら普通に死ぬよな。これは普通に飛び出してくるやつ、うん、大丈夫大丈夫。こんだけ兆候当ててもこいつ怒り状態なんねえの、体力、お、マジか、バルファルクだったらもうなってる。ここ、よし、いやもう撃っちゃおう、撃っちゃ、あー欲張ったしダメージを食らうと、はい、はい、ダメな霊、ダメな霊が来た。よし、でかけ直しといて、ガードポイントもここで発動させといて、それはなんだ、こっち来る、怖い怖いよ。でもその突き刺しは何やかんや当たってない、何やかんや突き刺しは避けられてる。っていうか突き刺し、今俺ほとんど動いてなかったけど当たってなかったな。濃紺か、突き刺しに関しては。はい、オッケー、よし、これは、うん、あれは高出力だな、高出力で尻尾に与えて尻尾の部位破壊を蓄積しよう。ここ尻尾部位破壊蓄積、いいね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 。尻尾もひるみのやつはあるから、そこも狙っていこう。え、こいつ怒り状態になってねえのに、追いましょう。マジか、エリア移動の方が先に来た。行きますよ。え、マジか、そこまで被弾を多くしてるつもりはないんだけど、
まずいな。怖いね。先が見えない怖さがあるね。うそこ当たんのかい。おし、ナイス。よいしょ。うわ、舐めてたわ。舐めてた。しかも鬼人薬グレートと公開薬グレートを飲んでなかった。忘れてたとはいえ、ちょっとね、それは良くない。どこ行くね。でね、さすがに怒り状態に一回もならずに一応釣るのは予想外だったから、集めてきたよ、人玉取りを。もうめんどくせえわ。もう二度と今後の作品で出てこないでほしい、人玉取り。よし、体力増強でいいだろうって話だもん。で、これを拾っといて、よし、ここガードポイント。はいはいはい。基本剣モードで立ち回り、怒り状態きた。超高、超高。今の感じ結構ギリそうだな。おほほほほ。なるほどね、なるほどね。で、超高は無理だから、高出力の方がいいよ。まずい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 。あっぶねー、怖え、怖い、怖いよ、ディアブロス怖いよ。よいしょ。下手に起き上がらない、バカ野郎。怒ってんね。怒ってるね。よし、もうね、俺は新大陸の精神が足りなかった。使えるものは何でも使う、それが新大陸に生きるハンターだっていうのを俺は忘れてた。現大陸でもこの心を持ち続けないといけない。ということで、やりなさい、やっつかだき。いくぞ、この悪魔をぶっ殺すんだ。俺たちが砂原に平和をもたらすんだよ。砂原の平和を取り戻せ。クソ、こいつ昼水だしね。マジかよ。よし、よいしょ、よし。なんならこれを間に合う、バカ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 、俺バカ、俺バカ、俺本当にバカ、本当にバカ、バカ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 。あ、ちょっと待って、壁走り、壁走りじゃない、うわー。そう、欲張った、最低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 。違う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 、はい違う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 、はい違う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 、無理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 。一旦ね、一旦ここらでフェードアウトよ。どうしよっかな。私が引きつけます。うお、いって、マジか、マジか。マジか、アンジャラフ連れてきてたところだったのに。はい、ね、一旦集会所に帰ってきて、アイテムポーチの中をちゃんとね、整理した、まあ、整理したっつってもね、ある程度入れただけなんだけど、まず怪力の種と忍耐の種、これ入れて、しっかり ドーピングをすると。3分間だけだけどね、これは。で、公開クグレート、こいつらもしっかり飲んでおく。で、音爆弾は、効くかどうかわかんないけど、一応持っていっとく。まあ、攻略はね、ぶっちゃけ見たくないからね、ギリギリまで。で、緊急脱出装置。これを、追加した。でね、本当はね、装備とか装飾品の方も、まあ、見直したいところであるんだけど、まあ、そこまでやっちゃうとね、結構時間かかるから、
ある程度これで頑張ってみようと思う。起源万丈。よし。え、今回ラージャンいる。でかい。超でかいぞ。よし、まずは人玉取りを全部集めてから行くぞ。待ってろよ。やろうや。やろうや。今回お前ラージャン先輩いるんだぞ。でね、すぐに操流、もう一発目に操流しちゃう。ラージャンもアンジャナフも。なぜなら操流にはクールタイムがあるから、早めにした方がね、後々のやつも早くなるからいいんだよね。こいつラービーム食らって1ミリも動かねえのかよ。マジか、化け物だな。はい、よし、優秀なお供ですね。よし、この後で倒れるぞ。よし、やれ。よし、400、あ、ちょっと回避のやつ挟んだ方が良かったかもな。まあいいや。よし、アスカ文化ありがとう。ラージャンありがとう。本当にそれしか言う言葉が見つからない。もう俺7分になっちゃうよ。もうジョジョだわ俺。ここジョニーになっちまう俺。でもうね、こいつのダウンが終わったらすぐにアンジャナフのところに行く。こいつって延々聞くかな。エンエンク聞く？聞くエンエンク。聞いてなさそう。まあ聞いてない手で進めるか。よしよし、アンジャラフ、アンジャラフ。よし、連れてきたぞお前。おい、どこ行くねん。おい、どこ行く、どこ行く。ちょっと待って。アンジャナフ先輩連れてきたんだから。ちょっと待てよ。よし、立て強化。アンジャナフ、そういえばお前、普通のディアブロスのお披露目ムービーでも犠牲になってたよな。おい、やったれよ。お前何もやり返さないまま3ブレイクいっていいのか。ダメだろ。よいしょ、いてぇ。アンジャラフやれ。こわ、アンジャラフやれ、やりなさい、俺が許可する。かけり虫もしっかり拾っといて。おーおー、アンジャラフやれやれやれ。お、いいね、お前のやる気伝ってくるよ。よし、あとは任せろ。よし、200で、こいつはひるまないから細かく決めていく感じがいいわ。うわ、怖え。200で、八つ叩きの時は失敗しちゃったから、もうここら辺で切り上げる余裕を持つ。よし、アンジャラフありがとう。よし、いいダメージだ。お前のことこんな頼りになるやつなんて俺思ったことねえぞ今まで。ありがとう。こっからは操流がクールタイム終わるまでガチよ。はい、あれー、中すぎたか。でも今のはちょっとあれだったな、俺も悪い手だったな。2回来ると突き刺しは怒り状態は痛ぇ。いや、これ倒れとく。よし、オッケー。ああうわオッケーじゃない、怖い、怖いよ。はい、な、それガードめくられるんかい。うわ
怖い、無理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 、こっ、ほっ、もう一回来るよ、はい、イエーイ、ホーミング性能すっごい、ホーミング性能すっごい、うおぉ、降りろ下に。あぶねえ、緊急脱出よ。お前来れねえだろ。よし、ここで盾強化を済ませておくと。怖え、いや、もう砥石もしとくか、砥石とで、忍耐と怪力も食っておこう。忍耐パクリ、怪力パクリ、よし、行くぞ。よし、こんな、こんな消極的に動いたの俺一回もないんだけど、怖い。よいしょ、よし、いいダメージだ、しかもスタン入った、はい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 、いいねいいねいいね、ダメージ与えられてるよ俺。これはイリア移動かな、イリア移動臭い、あ、イリア移動じゃない、あ、こいつ、こいつ疲れて、あ、全然違えわ、なんや、エリア移動かい、しかも。よし、ラウンド2だ、ラウンド1は挿入祭り、ラウンド2はガチンコよ。で、3あたりになると多分ラージャンの挿入が返ってくる。あー、これ尻尾に入るか、うわ最低、ここ当たんないね、78、一発一発を大事にしていこう、はい、19、この後は突き刺し、突き刺し、お前ガバだね、エイムが。よし、19、はいはい、よしよしよし、いや、これは縦強化だな、これは縦強化、しっかり余裕を持って、心の余裕はね大事、マジで大事、これがあるから大丈夫っていう気持ちで行こう。よし、これは間に合う、で、コース力、コース力で我慢、うん、我慢っていうかこれが限界、つうかこれが限界、信長も出てしまうよ、信長出てくるよ、俺の中の、うわ怖い、今突進してたよな俺に、怖いんだけどこの人。はい、もう一回来るよ、もう一回来るよ、もう一回来る、俺、いや、で、もう一回突き出しが来る、怖い怖い。こんなにモンスターのモーション意識して狩るの久しぶりすぎる。なんだそれ、なんだそのモーション、わからん、はいはい、こんななりで主力がサボテン、本当に嘘だろ。もう一回来る？もう一回来るよね。うん、当たんないけど。はい。この後は何もなし、なんかあの尻尾ブン、尻尾ブンじゃ、頭ブンはなんか判定ありそうだな。うわあ！こいつ勢いよく飛び出してくれ、とくと。うわあ、くそ。いや今の、あ、ね、寝とく、寝とく。これ寝とく、寝とく、寝とく、寝とく。お、もうピヨってた。あぶねえ、ニャンダフル、ありがとう、ありがとう、ニャンダフル。まずい、これ本当にまずいやつ、あぶねえ、危ない、怖い怖い、無理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 、いやいや、目くらましとけお前。よし、ガード謙虚か、よし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 、お前早いって、あと10秒やってけよ、あと10秒は目くらましとけよ、でもう一回来るよ、はい、今のはガードポイントじゃなくてもよかった、バカやった、直接来るか、これ直接来るパターンだ、直接来る、
プル、直接プルだ。はい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 、怒り状態、あ、間違えた。寝とく寝とく、スイッダウン。よし、優秀な男ですね。一旦帰りたい。離脱します。あぶねえ、うちなるロビンが出てきてた。アイテムを補充しよう。怖い、あの人怖え毎回思うけど、ラージャン引きつけてる気、怖すぎる。こいつ普通に追いついてくるもん。怖い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 。いや、化け物には化け物ぶつけんだよ。よし、この化け物がラージャンパイセン連れてきたぞ。はい、よし、挿入がもうできるはず、5分ぐらいのはず。よし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 、挿入タイムよ。こっから怒涛の、おっ、いって、いや、落ち着け、一発ぐらいだったら大丈夫。なんならラージャに関しては距離取っても大丈夫だから、落ち着いてこ。これはいはいはい、で一回休憩挟んで、ナイスナイス V 破壊で、もう一回、よし、た、最高打点、ありがとうラージャン。こっから5分ね。よし、覚えておこう。こっから5分。はいはいはい、あー、てめえもかわいそうだな。うわ、マジか、普通の方向じゃなかったこれ。いや、これは欲張らない、欲張らない、ありがとうありがとう。あ、怖え、怖い怖いよ。後ろ向いたら、後ろ向いたらあいつがいる、怖い。ラージャンが、バルファルク来た。ちょっと待って、今水星見えたぞ。ちょっと水星見えたぞ。いや、マジか、ラージャン立ち去るか。いや、そうだよな、立ち去るよな。来た。こう、いや、ラージャンありがとう。2回も挿入させてくれた。ありがとう、本当にラージャン。本当に助かった。マジで助かった。よし、アンジェル。お前も多分、これが最後かな。やろうや。はい。でね、延々グって、もう一匹います？ 2 匹いるのは確認できてるんだけど、もう一匹いるんだったら、よし。はい。バルファルクを連れてきたい。よし、行くぞ。バルファルクの挿入はね、ぶっちゃけわからん。バルファルクは初めて買った時に、どういうやつやんやろってちょっと見たぐらいなんだよな。よいしょー、82。はいはいはい、何のダウン、何のダウンそれ。ワンダフル、お前、にゃ、ワンダフル、ニャンダフル、お前らもそんなに高ぶってんの今。よし、もらって、これは寝とく。なんなら帰る。よし、アンジャルフありがとう。ティガレックスナイス。あー、楽しくなってきたぜ。いる。
ついてきなさい。頼むぜバルファルク、やってくれ、必要だろ。さて彗星のお出ましよ。よう連れてきたよ星を。間に合うかこれ。あーギリ間に合った。よし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 、やっべ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 、いや これでそういう待機状態になったね。ありがとう、使わせてもらうぜ。さてバルファルクの操縦は自信がないぞ自信がないぞ1ミリも。うっビューンちょっと楽しいこいつめっちゃ楽しいんだけど、うっビューンめっちゃ楽しい。あこれ突き刺し、あなんならもう一丁突き刺し、おお楽しい。おいはいはいはい、いやもういっとくか、ちょっと怖いな。で突進からのなんだ、おおかっけーかっけーよバルファルクかっけーよいしょー、おお来た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 、よし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 、弱ってる弱ってる、いい感じに弱ってる。バルファルクありがとう。よしでね、あの確認したところ延々区はね3体だわ、だからしばらくはガチだ。うわー痛いよ怖いよ、いやこれはこうでこう、よしおいマジでカムラの里のハンターなめるなよバカが、モンスターにはモンスターぶつけんだよ。いやー怖い、ほんと怖いなんでこの人なんでこの人口から黒い煙出してんのなんかこれ生態的な理由あった気がしたんだけど、なんでだっけ、怖すぎる。いや普通に怖え、白い息でいいじゃん、なんで黒なんだよ。なんだっけ、なんかグラビモスとかとかと同じ祖先持ってて、あの体内に今は使ってないけど火炎袋的なのがあるんだっけ、そんな感じの設定だっけ。光出力いいね、内側に入ってたら意外と当たるね。火薬薬、まっずいかも、まっずい、まっばーん、いや待って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 、落ち着いていこう、落ち着け、流飛砲をなんなら拾っていく、なんなら先行ハムシで相手をね目くらまし、そうよ、ね、環境利用投砲、怖え、いや超怖いっちゃおっかな、よいしょ82、かっすい、悲しくなる、このダメージ見てたら悲しくなる。よし、いや痛い、満タンからこんなダメージ食らうのかよ。いやてかこいつ怒ってるからさ、ティガのところいけんじゃね、おお怖い、普通に怖い普通に怖い、無理、ティガ、いやあいつついてきてね、無理だ、いや怖え、最後はあー外した、2回外した、おおおおおおお、最後は俺がやる、やりたい、最後くらいはこんな、はい
コース力当たんない。ひいや、寝とく寝とく、触んな俺、何も触んな何も触んな、よし、オッケー。下手に起きるのは絶対 NG で、潜って潜って、で、ドカーン、怖えよこいつ怖えよいや、かけ直してこう、足引きずってね、もう一息です。待って、せめて赤瓶に間に合え、よし、寝るだろうお前、睡眠ドッキリを見せてやるや。タルジータルジー、ホタルパク弾持ってくればよかったな。お前ら絶対邪魔すんだよ、本当に邪魔すんだよお前ら。よし、容赦しませんよ、いけ、おーし、頭脳二段破壊、はい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 、ガードポイント、ガードポイント、よし来た、コース力属性解放切り、まだ終わらないか、頼む、いや、これは超攻撃、これは勝負に出る、よしよし勝負です。見事なサポートです。強かった無駄にします、強かった、ラージャンたちがいなかったら俺死んでた、絶対クリアできてなかった今頃。強かった、なんて強さしてんだお前、本当に、いや本当に強かった、いやライズで一番って言われるだけはあるわ、いや本当にありがとう。今回の MVP は、ラージャンとアンジェラフと、バルファルクくんです。僕はあやかっただけです。あー疲れた、本当に疲れた。よし、最後はバックにしてこれ終わるか。あー楽しかった。